シャキッと目覚めました。やっほー、姉ちゃんにも報告しとこう思て。結局上層で穴胸室は見つからへんかったわ。もっと変国の深い場所へ移動したんやろな。そうですか。ずっとあいつを追い続けてるのに、今まで手がかりすらつかめんかった。そんなあいつが、レイちゃんには姿を見せた。それで、レイちゃんに提案があるんやけど、少しの間、うちと一緒に行動せえへん？お断りします。私が変国へ行くのは、少しでも早く叶えなければならない願いがあるからです。分かってる。妹さんを蘇りさせるんやろ。そのあたりの事情は双子の悪魔から聞いたよ。アナムネシスに襲われたんやってな。気の毒に。一度助けていただきましたし、代行者の先輩である心さんが一緒なら心強いです。ですが、私には、心さんとは違う目的があるんです。わかってる。妹さんを蘇りさせるんやろ？そのあたりの事情は、双子の悪魔から聞いたよ。アナムネシスに襲われたんやってな。気の毒に。でも、心配せんでええよ。うちが手伝うだけで、レイちゃんに余計な手間はかけさせへんから。心さんは、それでいいんですか？私を優先したら、心さんの願いは？うちの願いはレイちゃんとちょっと違っててな。天国を行き来できる権利以上に、悪魔たちに望むことはないんよ。この力で、アナムネシスを見つけて、復讐さえできれば。そういうことでしたら、わかりました。それじゃあ、しばらくうちらは仲間や。よろしくな。新たな試練を追加しておいたから、その連絡じゃ。本気で妹を助ける覚悟ができたなら、こちらへ来るがよい。それと、心から話は聞いている。次からはあやつも共に試練へ参加するはずじゃ。前に進むんだ。命をかけて。のストライクど真ん中や。いきなり抱きつかないでください。そのストライクから外れるにはどうすればいいんですか？牛乳を飲めばいいんですか？レイちゃん、二人で何してるの？レイちゃんは僕だけのレイちゃんなのに。ちょい待ち。それは聞き捨てならへん。ええか？可愛い女の子っていうのはな、みんなのものなんや。すごくめんどくさいのですが。それは同感じゃな。それに、のんびり話しておる暇もなさそうじゃの。お主らの戦い、見せてもらおうかな。楽しみ。
行くで。クキッドだ。あー、クラカス。ココロさん、ちょっと休みませんか。なんや、もうバテたんか。さては文化部やな。うちは大学で空手サークルに入ってたから、まだまだ元気や。レイちゃんは学校で部活とかしてるん？帰宅部です。幽霊部員でした。マジか。帰宅部に幽霊部員とかあるんか？そもそも、学校に行ってなかったので。うちがこんなこと言うのもあれやけど、行けるなら学校は行っておいた方がええよ。うち、ちょっと事情があって、大学を休学せんとあかんようになったから。あの、聞いてもいいですか？休学の理由か？大したことないよ。子供ができたんや。え？ココロさん、もしかして結婚してるんですか？ちゃう。席は入れてへんかったよ。お互いまだ大学生やったし。そろそろ休憩は終わりや。行こか。気をつけや。ディオゲネスが警戒しとる。強力な勇気や。我が主よ、揺るぎない意志を剣に込めよ。騙されたらあかん。だからお前が死ね。吹っ切れたみたいやね。私が迷うと未来が悲しみますから。それにしてもこの変国、見覚えがあるとは思ってたけど、やっぱりそうなんか。レイちゃん、一度戻ろか。え、急にどうしたんですか？ちょっと気分が悪いだけやから、頼む。あ、わかりました。セレマ。ココロさん、様子がおかしかったな。私が心配するようなことじゃないのかもしれないけど。してくれます。
涙の辛さを知ったから、得られる強さもあるはずだから、心も頭も。どのお洋服にしようかな。少し振り返ってみましょうか。忘れません。それがせめてもの。誰かの声が聞きたい気分ですね。もしもし、あの、レイです。心さん、大丈夫ですか？もうダメや。心さん？でも、レイちゃんが心姉さん大好きって言ってくれたら、なんとかなるかもしれへん。全然元気じゃないですか。さあ。言わないですよ。でも、心配はしています。ありがとうな。ちょっと、いろいろと思い出してしもうただけなんや。いいことも、悪いことも。もう平気やから。また、向こうでな。いいことも、悪いことも、か。ニュースアプリの更新？私は逃げない。私が頑張らないと。待っとったよ。心配させてごめんやったな。さ、張り切って行こか。こっちや。心さん、もしかして、この場所を知ってるんですか？校舎、みたいですけど。そうや。うちが絶賛休学中の、篠北大学のキャンパス。正確には、その校舎の概念的な情報を、精神世界である変国が写し取って再現したものやな。再現？そんなことがあるんですか？ついでやから教えとこか。勇気の大半は魂を集めることは教えたやろ？理由は知っとる？蘇りに必要って聞きましたけど。この変国によるんは、勇気も勇者も蝶々みたいなんも全部死んだ魂なんや。うちら代行者は例外やな。メフィスとフェレスは？あの二人はようわからん。悪魔やって自称してるけど、それも本当かどうか。ただ、変国の管理者であることは事実やと思うよ。それでな、死者の魂いうんは、全部どこかが欠けてるらしいんや。魂が欠けた状態では、蘇りで聖女に戻ることはでけへん。だから、自意識の強い勇気は、他者の魂を食べることで、自分の魂の欠損を埋めとるんや。魂の欠損が埋まって、元の状態に戻ったら、
蘇りできるってことですか？そうや。でもな、欠けてる魂の補修に欠けてる魂を使うんは具合が悪いんや。一番ええのは何やと思う？生きてる人間の魂。正解や。だから力のある勇気は現世から天国へ生きた人間を引きずり込むんや。魂を吸い取るためにな。私と未来もそのせいで。さっきの話なんやけど、聖者を引きずり込むんと一緒にその周辺物質も概念的情報として天国へ流れ込むわけや。で、こうなる。理解できました。ぼんやりとですけど。まあ、現世の建物に影響はないし、現世に影響を与えられる勇気はごく一部や。アナムネシスみたいな。な。アナムネシス。さ、わかったら気合い入れていくで。ここに限らず、物質界の風景が再現されてる場所っていうのはな、つまり勇気どもの餌場や。前へ。これは記憶だまりやな。待ち、むやみに触れたら。この場所覚えてる？ああ、入学式の日におのぼりさんのお前が道に迷った挙句つまずいて転んだ場所ね。そうそう、あん時は関西から出てきたばっかりで。って、いや、ちゃうやろ。ここはあんたがうちを呼び出して、そのなんていうか告白やな。っていうか、そもそもなんでこけたこと知ってるんや。知り合う前やろ。そりゃ見てたからな。なんやって？お前は気づいてなかったけど、俺はその日からお前のこと気になってたんやで。そやったんか。って、いや、なんで関西弁なん？あんた関西ちゃうやろ。これだけそばにいたら映ってまうやんか。なんかバカにされてるみたいなんやけど。でも、そやな。このままもっと長く一緒やったらええな。まあ、そうだな。いや、そこはせやなやろ。でも、ありがとうな、ナンバ。なんだ、そんなこと。今の、心さん？まさか見たんか！見ました。今の人が、彼氏さんですか？そうや。どうして、心さんと彼氏さんの記憶がここに？それはあんまり言いたない。さっき行こうか。見てないです。絶対嘘やん。余計恥ずかしいから変な気遣いやめて。本当は見ました。すみません。今の人が彼氏さん？そうや。どうして、心さんと彼氏さんの記憶がここに？それはあんまり言いたない。
先行こうか。またええよ、調べても。でもこれは心さんの。うまく言えんけど、レイちゃんには知ってもらいたいのかも。話があるって聞いたけど、何かあったのか？うちら、そろそろ付き合って1年くらい？ああ、言われてみればそれくらいだな。ここから始まったから、やっぱり言うのはこの場所やと思って。なんだよ、いつもとキャラ違うじゃん。あの、うちらの赤ちゃんができたみたいなんや。え？それって本当か？え、本当に？うん、うちら今学生やけど。キム、絶対。見ての通り、これが休学の理由やな。そうだったんですね。ナンバは喜んでくれたし、卒業したらすぐ席を入れる約束までしてたんやけどな。もう気づいてると思うけど、うちの記憶がここにあるんは、この風景ごとうちらが引きずり込まれたからや。うちと難波とお腹の子供、生き残ったんはうちだけ。二人はうちの前で殺されて魂を奪われたんや、アナムネシスにな。だからうちは復讐のために双子の悪魔と契約したんや。お腹に一生消えない契約の紋章を刻んででもな、この手でアナムネシスに復讐することがうちの願いや。その願いだけは誰であろうと絶対に邪魔させへん。ごめんな、つまらない話してもうて。いえ、心さんの戦う理由を知ることができてよかったです。勇気？アナムネシスやなくても勇気は一匹たりとも逃がさへん。見つけた。ふっはっせっ。ふっ。えい。どうか吹き込んで。我は主の心を。どうか吹き飛んで。どうか吹き飛んで。悲しみの夜でこそ輝け。涙よ、ルテンシー、希望の星へ。反対で。そう、許してください。何なんだ、何なんだお前。心、俺よりカノ、逃げ逃げ心。なんでそんな。ああ、正直言うと、その時のことあんまり覚えてなかったんや。
でも一つ確信できた。間違いなくアナムネシスやった。アナムネシスがうちのことかばってくれたナンバとお腹の赤ちゃんまで。さすがの心さんも今日は疲れたわ。そうですね、私も一度戻ります。またな、レイちゃん。ただいま、セレマ。一人で大丈夫だった？うん、セレマはいい子だね。私と同じ年に生まれたから、もうおばあちゃんなのにね。あ、なんだろう。少し振り返ってみましょうか。誰かの声が聞きたい気分ですね。心さん。なんや、心さんのことが好きすぎて寝られへんか？最近ぐっすり眠れたことはないですが、心さんのことが好きすぎるわけではないです。そやろな、お互いいろいろあったから。うちも少し前まで天国なんてもんに関わるとは思わへんかったわ。心さんは彼氏さんとお子さんの蘇りを願わなかったんですか？うちは無理やったんや。蘇りには魂が必要やけど、二人の魂はうちの目の前でアナムネシスに。あのすみません。ああええよ。それに今の願いは前に言うた通りや。レイちゃんもアナムネシスのことは許されへんと思うけど、この復讐だけは絶対に譲らへんから。わかりました。絶対にアナムネシスを探し出しましょう。もちろんや、未来ちゃんの魂もな。はい。整理しましょう。この涙と悲しみに意味を。私は逃げない。私が頑張らないと。お待たせしました。心さん。
レイちゃんか。ごめんな、気づかへんかった。どうしたんですか、心さん。心ここにあらずですけど。大したことやないけど、ちょっとな。そやな、ぎゅっと抱きしめてくれたら元気になるかもしれへん。ヘラクレイトス。いや、守護者やなくて。わかりました、特別ですよ。これでいいですか。ココロさん。え、ココロさん。あれ、なんやろ。なんか人ってあったかいんやなって思ったら、視線と。ありがとうな、レイちゃん。もう平気やから。そろそろ行こか。前へ。レイちゃん、ちょっと待って。やっぱり話しとくわ。あんまりレイちゃんを心配させたくないし、この間ここでうちの記憶を見たやろ。ええ、断片でしたけど。それから変な夢を見るようになったんや。夢っていうか、ここで見たのと同じ記憶なんやけど、なんか違うんよ。ほとんど一緒なんやけど、うちの記憶とはどこかが違う。夢だからじゃないですか。夢って曖昧なものですし。うちもそうやとは思うんやけど。まあええか、ちょっと気になってただけやし、レイちゃんに話してすっきりしたわ。ごめんな、行こか。心さんの記憶でしょうか。ちょうどええ。でもそやな、このままもっと長く一緒やったらええな。まあそうだな。いや、そこはせやなやろ。でもありがとうな、ナンバ。なんだ、そんなことでいちいち呼んだのか。電話で済むだろう。それはそうなんやけど、この場所が好きやから。そんなことよりさ、今度の休みに泊まりがけで旅行行こうや。なんか急やな。うちはええけど、どこ行くん。決まりな。場所はまあ適当に。また連絡するから。じゃあな。うん。記憶が鮮明になってます。そうみたいやな。他も見つける。行くよ。はい。
きます。ご入り用は何？またのご利用をお待ちしているよ。え、まさか。この場所まで再現されてるとは思えへんかった。これって、心さんの記憶で見た、記念碑。あの、無理に見なくてもいいんじゃないですか？不鮮明なままでも、いいじゃないですか。心さんが覚えていないなら、それはきっと、必要のない記憶なんだと思います。そうかもしれんな。でもこの中にほんの少しでもうちとあの人の赤ちゃんのことが残ってるなら、それはそれだけは絶対に忘れたらあかんことなんや。話があるって聞いたけど、何かあったのか？うちら、そろそろ付き合って1年くらい？ああ、言われてみればそれくらいだな。ここから始まったから、やっぱり言うのはこの場所やと思って。なんだよ、いつもとキャラ違うじゃん。あの、うちらの赤ちゃんができたみたいなんや。え？それって本当か？本当に？うん。うちら今はまだ学生やけど、どうかな、卒業したら一緒に。は、勝手に決めんなよ。大体絶対に俺の子だって言えんのか？そんなん当たり前やん。まあいいけど、だとしても勝手に話進めんなって言ってんの。なんでそんなこと言うん？うちは、一緒に喜んでくれるって思ったんや。それから少し後、うちが休学中の手続きで大学に来た時、アナムネシスに天国へ引きずり込まれたんや。お腹の子供と。俺を巻き添えにな。その声、嘘、なんで？久しぶりだな、心。難波さんの魂、アナムネシスに吸収されたんじゃん。ああ、なんだお前、俺のこと知ってんのか？ああそうだよ、俺が生きてた頃の名前は難波嵐。こいつのせいで死んだけどな。おい心、あの日のこと覚えてるか？俺はあの日休校だった。それなのにお前が子供のことで相談があるとかなんとか言って大学に呼び出したせいで俺はこんなことになったんだよ。うちが？そう、全て全部、何もかもお前が悪い。
俺が殺されたのもお前の腹の子が死んだのもな。うちはそんなつもりじゃ。ココロさん最高。ずっとこの勘違い女に言ってやりたかったんだよ。あなた最低ですよ。は？お前代行者だろ。自分の願望のために他人の魂を買ってるお前らが偉そうなこと言うんじゃねえよ。記憶。何なんだ、何なんだよお前は。ここどこなん。うちら大学に。あら、たったの二人。こんなこともあるのね。残念だわ。二人だけだから。たっぷり時間をかけてあげるわね。俺をどうするんだ。食べるのよ、魂を得るためにね。コカロ、空手やってんだからお前の方が俺より強いだろ。俺はこんなところで死にたくない。頼むよ、俺が逃げるまで俺のために犠牲になってくれよ。何言うてるん。戦えるわけないや、うちのお腹には。あら、二人じゃなかったのね。違うんや、この子はまだ生まれても。待て、逃げるな、俺を置いていくな。心、逃げようとするからだろう。まず魂一つ。ひどい、信じられない。自分の子供なのに。ひどいのは母親もだろう。子供の魂が食われてる間にまんまと逃げ延びたんだから。そうやな、その通りや。俺は逃げなかったけどな、穴宗師様に認めてもらったからな。へー、だから食われんかったんか。俺の魂一つより優秀な俺を使って魂を集めさせた方が効率的だからな。今の俺はもう難波嵐じゃない。アナムネス様からいただいたのはカルネアです。もうそっち側ないよな。なあ、お前もこっち来いよ、心。俺がまた抱きしめてやるからさ。心さん、そんな顔せんといて、レイちゃん。なんかな、もう。いろいろと吹っ切れたわ。聞いてまえ、ディオゲネス。
ところを貴様ら抱いてもらうんは間に合っとるんや。心さん、終わらせるで、レイちゃん。はい。俺のために犠牲になってくれよ。いや、目障りです。目障りです。主の意を守る。それは熱いですね。党派立つ。新た党魂を行く。党派立つ。悲しみの夜でこそ輝け。涙よ、ルテンシ、希望の星へ。反対。レイ。やった。ギリギリなる。やった。セイクだ。魂じゃ。やった。セイクだ。目障りです。貫け貫け跳ねよくふっはっせっや甘い心せ頼みました行くでふっはって突き刺せ覚悟しろ手加減しねえからな逃がさへん吹き飛べせっやっつき刺せうどうだ？はって？まずい。はって？せやっと！あらら。ひざまずけ。突き刺せ！逃がさへん！逃がさへん！バッサリ！まずい！バッサリ行くで！逃がさへん！せやっと！せっやっとふっはってふっはってふっはってうわぁふっはって魂をよこせつけさつけさせせっやっとせっやっとせっやっとせっつけさせうわぁ逃がさへんふっはってくそせっどうしてせっやっと知りたくないせっやっつけさせどうだって嫌だ足元がお留守や、ま、相手してられへん入学式の日からうちのこと見ててくれたって言うてたやろ。本当はな、うちも気づいとってん。なんでこんなことになったんやろな、ナンバ。魂がこんなに難波のやつが溜め込んでたんやな。この魂はどうなるんですか。天国のシステム通り流れていくんやろな。再生の歯車に向かって。どうしたん、迷ったんか。もしかしてうちのお腹にいた。あら、今日はこんなにたくさん。え？アナムネシス！おいで、魂たち。おいしく食べてあげるわ。やめて！お願いや！その
お腹いっぱい。これで蘇りまであと少しね。蘇り。もうすぐ会えるわ。待っててね。だって今日はあと2つも魂が手に入るんですもの。うちらのことか。上等や。心さん、ダメです。まったく世話の焼ける。まだお主らではかなわぬ相手じゃぞ。心さん、僕たちのものを勝手に壊そうとしたらどうなっても知らないから。天国の管理者。そう身構えなくてもよいぞ。今回は我らの可愛い代行者を連れ帰りに来ただけじゃ。バイバイ。あら、逃げられたわね。それとも私が見逃してもらったのかしら。いいわ、壊したいのはあの子たちじゃないもの。ここは…そうじゃ、危なかったからの。逃がしてやった。たっぷり感謝してほしいな。ありがとうございます。まだまだお主らは弱い。早く成長して我らに心配をかけぬよう頼むぞ。それからいっぱいいっぱい僕たちに貢献してね。ではの。アナムネシスに会ったのに何もできへんかった。心さん。なんて心配してくれるレイちゃん、かわいい。やっぱりうちにはレイちゃんやな。相変わらず最高や。ちょっと心さん、こんな時にやめてくだ。お腹いっぱい。これで蘇りまであと少しね。セレマ、ごめん。今は遊んであげる気分じゃないの。
第三章、正義の味方。忘れません。それがせめてもの。